どうもポテさんポテさんです。今回は、チョアップが着ている対抗帽のガシャを引いていきたいと思います。はい、お賽銭も終わったということで、早速ガシャに行きたいと思います。今回は最大100連なので、なるべく早く出てくれると嬉しいですね。お、ガシャスタンプが追加されていますね。これちょっとお知らせ見てないんで分かんなかったんですけど、それでは10連目、金ですね。あー、金は1個っすね。いやー、出ないか。そしたら全てを分けて、お、秀書が1個ある。やった。続いて20連目。このアニマスの時計の書、これ僕持ってるんですよ、アニマス。なんで、持ってもあんまり、まあ、秘伝書が落ちるんなら、秘伝書集めにしようかなと思ってます。そんなことしたら20連目も爆死で終わってしまいましたね。そしたら30連目。すごい。うん、金。2個。やった。止まらない。はい、2個目。止まら、秘伝書、よし、よし、よし。そしてこの変な時計の書もゲット。はい、続いて40連目いきまーす。さあ、来い。まず金、金、金以上、金以上、金以上よ、金。せーの、はい、赤、赤、おい。赤じゃねえか。これも全部すべてあげるな。入ってないんで。ニュー多いな。半分がニューやで。はい、続いて50連目。あ、これを回せばまた、ガシャスタンプがリセットされて、もう一回このループをするのか。嫌だぞ。おっしゃい、金じゃなくて虹。そこ噛むな。ははは。さあ、止まれ。止まればほぼ確定。おっしゃい。ほぼ確定だね。変なやつがいなければ。せーの。おっしゃい。はい、スクショタイム。はい、スクショタイム。これで僕も対抗棒をゲットしたんで、ダッキーのせいで周回できるかな。周回してみたいな。でも極筋いないからな。これが現実か。はあ、よし、スクショタイム。おい、スクショ、スクショ。いやー、いいね。スクショ取りまくったよ、今回も。お、ちょうど切りよく終わったね、50連で。それでは、技レベル上げて、ちょっと技見ていきたいと思います。まあ見ての通り秘伝書が少ないんで、マックスまではいけないと思うな、多分。まあ、あとは、自力でトーナメント周回して、超必殺集めて、技間にして、限界突破までさせたいと思います。技かっこよかったね。遅れちゃった。あ、スキルは上げない予定であります。紹介は多分見ないんでね。はい。今回の動画はここまで。みんなはどんなガシャの引きをしたかな？コメントに書いてくれると嬉しいな。3、2、1、バイバーイ！